こんにちは、スタイリストの金子彩です。今日はコンバースとコラボをさせていただいたスニーカーとブーツの間、ちょっと発売日はテロップに入れますねが発売されるので、いくつかスタイリングを提案したいと思います。なんかネイビーの靴って探すとなかなかないでしょ。ないです。ネイビーだけですか。はい。おお、それは大きなこだわりです。で、ブーツほど硬くなくてさっと気軽に履けるものがあるといいなと思って作っていただきました。そう、ネイビーの色味も 何回か出していただいて、素敵な、ね、深い、そう、素敵なネイビーが出来上がりました。ありがとうございますなんかパッと見た瞬間コンバースってわからない感じ。そうね、ですね。で、1ルック目、黒にネイビーをね合わせるのが好きなので、ちょっとカジュアルバージョン、取り入れやすい、取り入れやすい、はい、パンツだけど大丈夫。それをちょっと長めに、あ、長いパンツとかでも大丈夫ですか。はい、大丈夫ですブラックとネイビーが素敵でございます、はい甘いね、ふんわりバージョンでもスニーカーよりカジュアルすぎないので、ちょっとブーツ見えで、でほら、あのグラデックっぽく水色とブルーぐらいみたいな、でなんかジージャンがなんか羽織ってもらって、羽織れよって感じでちょっとこういう感じで、まあ、これもちょっとカジュアルバージョンになっちゃったね、ジージャン合わせちゃったから。このグラデが勉強になりますね。あ、本当ですか。これはね、大昔に、大昔でもないかな、ヤヌークとコラボさせてもらったジージャンでございます、うん、っていう、ちょっと色味をね、合わせるならです。はいちょっと、マッチ夜に出かけれそうな出かけれそうな感じですか。感じです。まあ、ちょっと小物だけネイビーにして、あとは黒。なるほど、靴バッグがネイビーですね。そう、まあスラックスにも合わせやすいようにブーツ感覚で使っていただけるかなっていう、まあちょっと裾を今は入れてみましたが、合うとしてもいいかな。いかがでしょうか。カジュアルから夜のお食事まで。お食事いけるかな。ギリいけるか。はい、そのトップスだといけるか。はい、いけそうです。だからスニーカー未満みたいな感じで使っていただけますね、うん、くるぶしがゴムだから、うん、内外痛くなさそうですよ。全然痛くないのよ、うん、こればっかりになっちゃうんだよねですねちょっとメンズっぽくしてみました。まあ、デニムともね馴染ませて履くっていうスニーカー感がないでしょ、うんうん、やっぱりちょっとネイビーつまかブルートーン、うん、だからあのなるべくそんなに色をあんまり使わないカジュアルな時はようにしております。割とストレートめのデニムが相性がいいかもしれないです、うん、このスニーカーとはです。はい、はい、保護社会どう？テーマは保護社会、うん、でも保護者会の時って結構歩くし立つし。そうなの、あのね、駅から歩くじゃない、靴にほんと困るの。そういう時にいいですね。そうなので、もし私がこの靴で保護者会に行くならというテーマでやらせていただきました学校行事にも使えますね。うん、ギリギリ行けるスニーカー、いやいや、いけるんだよね、スニーカーでもね。気分的にね、コスプレ感覚で行ってるじゃない私だけかえ、でもそういうお母さんいると思う。普段カジュアルな方とか。わかんない、うん、普段カジュアルな方はカジュアルで行くのかな、なんかわかんない、なんかあえてネイビー尽くしで行ってみたりとかちょっとそういうのも楽しんでいきたいっていう思っておりますので誰も見てないんだけどね自分の中でちょっと楽しくね生きていった方がいいでしょう。その方が絶対いいですね。ということで、5パターンを履き回していましたが、あのいろんなボトムと相性が
いいように竹バランスなど。ちょっとこう靴下をね見せてあげると、もう靴下黒で大丈夫です。靴下は黒でちょっと見せる、ここが黒でしょ多分。はい、だからまあ黒でつなげてあげて、ソールも黒だからバランスとって、というのがおすすめでございます。発売日などはこちらに、はい、概要欄かな、こちらに入れていただけると思うので、結構履きやすいので手に取っていただけたらと思います。チャンネル登録とコメントよろしくお願いします。